はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、高保湿の化粧下地を徹底比較やっていこうと思います。前回ファンデーションとフェイスパウダーの比較はやったんですけど、今回化粧下地を比較していこうと思います。今回レビューするブランドはコスメデコルテ、ポーランド城エトボス、アネボ、クルドポーポーテ、エクシア、この6つをレビューしていくので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。はい、じゃあ早速レビューしていきたいと思います。前回ファンデーションとフェイスパウダーの比較をやった時に、水分量を測ってくださいっていう声があったので、今回はメイク前に1回測って、時間経った時にどれくらいの水分量になってるかっていうことも合わせて検証していこうと思います。レビューするにあたって一緒に使う商品もご紹介します。ディオールスキンフォーエバーフルイドグローの 0N、 保湿力が高いのとマスク移りとかもしにくくて汗皮脂にも強いタイプですね。年中通して使いやすいファンデーションです。フェイスパウダー、最近の一番のお気に入りのエクシアを使っていきます。まず一番最初の検証はこちらです。コスメデコルテロージーグローライザー、これはちょっと検証する前に先日久しぶりに使ったんですけど、これってこんなに良かったんやって改めて感動しました。すごく人気の高保湿の化粧下地ですね。振ってから使うんですけど、開けるとポンプタイプになってまして、出した瞬間はこんな感じでちょっとピンクがかった感じ、すごく伸びが良くてみずみずしいので美容液みたいな質感ですね。発光するような感じのツヤ感がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。一番感動したところが毛穴が一瞬で消えたんですよ。なのでそこをちょっと見といてほしくて、私この辺が結構毛穴気になるんですよね。毛穴も一瞬でどこ行ったって思うくらい綺麗にカバーしてくれるので、毛穴のね感じを見といてください。これがめっちゃ綺麗になりますので。大事なことを忘れてた。水分量を測るの忘れてた。測りますとか言いながら、じゃあ測りますね。47と21かな。反対側も測ってきます。45と24。ほぼほぼまあ同じぐらいですね、両方とも。毛穴の凹凸とかが目立ちにくくなるのと、色ムラとかを補正する効果はあまりないと思うんですけど、自然とトーンアップもしつつ、ツヤ感がすごく綺麗ですね。こんな感じです。めっちゃ綺麗じゃない？この辺とかが結構目立ちにくくなってると思います。続いてはこちらですね。ポーランド城モイスチャライジングファンデーションプライマーの01番、ずっと大人気で愛され続けてる化粧下地ですね。高保湿でデパコスの化粧下地といえばこれっていうくらいすごく人気です。ポーランド城も同じようにポンプ式タイプになってまして、お色はこんな感じで、コスデコと比べるとベージュっぽいお色ですね。こっちのポーランド城の方がさらに伸びがいいですね。美容液成分が約 90% も配合されてるので、もう濃密な潤い感のある下地ですね。どちらかというとツヤ感はそこまでコスデコほどは出ないんですけど、自然な感じの仕上がりになるかなと思います。綺麗。こっちもコスメデコルテに比べるとやっぱりカバー力は上がると思います。毛穴の凹凸とかも滑らかにしてくれると思うし、ほんと自然な感じの仕上がりになりますね。金額もほぼ同じくらいなので、好みで選んでいただければいいのかなという感じです。じゃあこの状態でフルメイクして8時間後どうなったかちょっと見ていこうと思います。はい、メイクしてから8時間経ちました。こんな感じです。鼻周りとか頬のあたりとか普通にテカって少しよれてるかなっていう感じですね。どちらとも肌測定しますね。コスメデコルテの方が35と37、若干やっぱ下がりますね。オレンジになったらちょっと乾燥してますよっていうサインになるんですよね。なんで乾燥してるかな、夜になると。おお、あかん。26と41、これ真っ赤なんですよ。真っ赤になる時ってめっちゃ乾燥してるんで気をつけてくださいっていう意味になるので、検証するとポーランド城の方が乾燥しやすいみたいですね。やっぱ使った方が分かりやすいね、これ数字で見た方が。今度からそうしよう毎回。検証2日目ってことで、まず水分測定からやってきます。42と22、
47と21、まあ、ほぼほぼ同じぐらいやね。水分と油分のバランスがちょうどいい感じだと思います。エトボスミネラルインナートリートメントベースで、こちらはもうエトボスですごく人気の化粧下地ですね。エトボスの一番の特徴がお肌に優しいっていう点で、石油系界面活性剤と、あと鉱物油、シリコン、タール系色素、合成香料、パラベン、アルコール、紫外線吸収剤が入っていないのでお肌に優しいっていうことと、あとはクレンジングが不要で石鹸で落とすこともできます。開けると同じくこのようにポンプ式になってますね。お色2色あるんですけど、今回ベージュ系を選びました。ベージュなのでほんのり肌色も補正してくれるかなという感じです。はい、ではつけてきます。正直に言うと、今回ご紹介するものの中で一番伸びが悪いです。他のものが美容液みたいに滑らかな質感なので、それと比べるとちょっとまろやかさが少ないというか、つけてて伸びが悪いなってはそんなに感じないんですけど、比べるとちょっと劣るかなという感じで、あとなんかちょっと変な匂いがする。でもやっぱ綺麗やね。すごい、見てもらっていいですか、この辺の赤みとか色ムラ綺麗に補正してくれてると思います。毛穴も少しカバーしてくれるかな、自然な感じで。もう一色ラベンダーベージュっていうカラーもあるんですけど、そちらはくすみを飛ばして透明感を出してくれるので、仕上がりの好みに合わせて選んでいただければなと思います。続いてはこちらです。カネボーベールオブデイ、こちらは日中用美容液マスクっていうもので、化粧下地っていうくくりのものではないんですけど、化粧下地の効果もあってで、保湿効果がめちゃくちゃ高いので今回比較していこうと思います。個人的にこれめっちゃ好きなんですよ私。これをつけると肌に一枚のベールを覆ってるような感じで、日中のお肌をずっと保水し続けてくれるので乾燥しにくいっていうことと、 SPF が50と PA が3プラスも入ってるので紫外線からもしっかりとお肌を守ってくれますね。チューブタイプでして、美容液みたいな感じでみずみずしい滑らかな質感でですね、つけた瞬間からプルンって感じです。質感が色が出ないので首とか手にそのまま一緒に塗ることができるので便利かなと思います。こんな感じですね、色は全然変わらない。これつけて部分的にコンシーラーとかコントロールカラーとか使ってもいいかなと思います。この状態でフルメイクして数時間経ってどうなったか見ていこうと思います。はい、メイクしてから8時間経ちました。鼻周りはテカったけど、それ以外は特によれたりはしてないかなっていう感じです。肌測定していくよ。お23の34、25の39、今赤く光ってたじゃないですか。すごく乾燥してる状態ですね。では今日も検証やっていきます。まずは肌測定から。47と21、お全く一緒やった。47と21ですね。クレドポーポーテボワールコレクチュール N、 クレドポーポーテで一番人気の化粧下地ですね。長時間潤いを保ってくれるっていうのと、落とした後も潤い感のある滑らかな肌が続きます。これねすごく大好きで、最近ずっと毎日使ってますね。手に出すとこんな感じで、ちょっとベージュっぽいんですけど、すごくね伸びが良くてツヤ感がめっちゃ綺麗で、こんな感じですね。つけていきます。クレドポーらしいちょっとローズっぽい感じの香りですね。高級感があるような感じの香りです。つるんと滑らかになると思います。毛穴とかもねカバーできると思うし、ほんのりツヤっとするかな。あんまりこう赤みとか色ムラとかはカバーしてくれないかな。最後がこちらですね、エクシアラビタリスメイクアップセラム。先日サンプルいただいてすごく良くて感激したので、今回レビューに入れたんですけど、美容液みたいな滑らかな質感で艶やかな光沢感のある仕上がりになります。少しピンクが入ってるようなカラーですね。エクシアの方がより緩い感じの質感かな、クレドポーと比べると。肌色をふわっと明るく見せてくれるのかなと思います。ツヤ感も綺麗、綺麗やね。こっちも香りもいいですね、高級感があって。つけました、こんな感じです。正直ね、そんなに
変わんないかなって思うんですよ。見た目は若干クシアの方が明るくなるのかなっていう感じです。どっちもいいと思いますよ。ほんと変わらんねこの状態でフルメイクして8時間後どうなったか見ていこうと思います。はい、メイクしてから8時間経ちました。こんな感じですね。鼻周りはテカってるのと、クレドポーの方だけこの辺ちょっと毛穴落ちしてますね。クシアはそんなに崩れ方汚くないかなと思います。じゃあ肌測定やってきます。乾燥してる。28の43、20の33。すごい乾燥するね、どちらとも。うん、やっぱどうしてもね、この時期はね乾燥しちゃうね。はい、ではレビュー終わりましたが、いかがだったでしょうか。今回も表にまとめてみたのでご覧ください。一番乾燥しなかったのがコスメデコルテ、その次にクレドポーポーテかなと思います。逆に乾燥したのがエクシアとエトボスでした。これ撮影したのが年末で、すごい寒かったじゃないですか。すごい空気が乾燥してたりとか、暖房もめちゃくちゃつけてたので、今回は結構全体的に乾燥しやすかったかなとは思います。個人的にはエクシアがすごい乾燥したのがちょっとびっくりしました。すごく人気のポーランド城も意外と乾燥するんだなと思いました。まだね乾燥する季節続くので、ぜひベースメイク選びの参考になったら嬉しいです。広報室のファンデーションとフェイスパウダーは以前レビュー動画上げてるので、まだ見てないよっていう方ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。本日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。